山川海森高チャンネルです。こんにちは。こんにちは。今日動画撮ってるのは、はい、去年撮影したあのスーパーローカルが語るっていう動画が、はい、1万再生超えました。ありがとうございます。その、ね、記念というか、はい、お礼の意味を込めて動画撮ってるんですけど、うん、まあ、とりあえずあのスーパー撮っていただいて序盤からだいぶ、ね、そうちょっと期待値上げてしまって、去年いまいちで今年も、まあ今2月の中旬ぐらいなんですけど、うん、まあ、全然魚釣れてなくて、うん、まあ、ある意味例年通りかなっていうことで、あ、まあ、やっぱりねこの円塚浜っていうのはあの、まあ、今年僕4年目なんですけど、うん、まあ、安定して魚が釣れるのはやっぱり稚鮎が積極的に回り出してから、それの方が安定的で、ただあのそれまでの期間にあの風向きとかで沖からイワシが流された時にめちゃくちゃすごい日とかがあるんで、うん、その印象が強くて結構すごい場所ってイメージがあるんですけど、そうですね、ナブラとかよく聞くですもんね。そうで、やっぱそのいいのをイメージして釣りに来るから、うん、なかなかそういう日っていうのは少ないんでね、まあ、年間で言うとほんま数日っすね。あ、まあ、初年度とかはその最初にイワシが来た時とかは1週間ぐらいブリサイズとか出てたんですけど、うん、まあ、2年目3年目っていうのはそんななくて、2年目だったかな、4月ぐらいに、それはシラスナブラだったんやけど、うん、なかなかそのイワシが入ってきてっていうのは、まあ、ほんまにラッキー。多分南寄りの爆風とかで岸向いて吹いた時とかなんで、まあ、なかなかそういう日まだ2月とか少ないんでね、うん、3月かかってきたらあの三寒潮のタイミングのぬくい雨上がりとか結構南東の風とか強く吹くんで、そういう後はチャンスあるかもしれないですけど、まあ、なかなか今ちょっと喋ってる内容が、うん、まあ、去年と重複したりとか変わってたりするんですけど、うん、まあ、一応まだ全然いい時期じゃないんで、おさらいということで、そうですね、この動画を見てくれてる方には、うん、あの動画も結構長かったですからね。結構長くて、しかもマイクでも喋ってないから、うん、結構適当に適当にそう YouTube 始めた頃に適当に撮ったっていうやつで、まあ、今はね若干その釣れない時期にも去年釣りしたんで、それが初めてで、一昨年とかまではそのナブラができるタイミングだけでやってたんで、うん、ちょっとまあ見方とかも変わってきたんでね、まあ、そういう感じですね。うん、で自分の中でちょっとお礼キャンペーンを込めて、うん、あのデイリーエンジガハマっていうのを毎日やってますんでやってますよね。あれあれ魚出せればいいんですけどね、まあ、一応あれ見てもらったら釣れた日は魚の絵とか出してくんで、うん、まあ、自分がこの YouTube とか見てて一番なんかムカつくのがあのサムネで、あのなんか青物釣れましたみたいな書いて結局出すみたいなのとかムカつくんでね、そういうチャンネルにはなりたくないなみたいな。確かに、まあ、なんか釣り竿曲がってるやつでヒットみたいな感じで結局釣れてないみたいな。なんであの多分もう見てる人は分かってると思うんですけど、魚釣れた時はサムネにも魚の絵が出したりとか、うんうん、でデイリーの方とかもそういう感じで出していきますんで、うん、まあ、一番あの分かりやすい最新の情報を、うん、そうですね、バラした時はバラシって書いてますからね。そうそうそう、でそれはもう魚の絵が見た人だけはもう、うん、あの別に見なくてもできるようにうん、うん、なんかねそれが嫌かなってずっとあったんでね、うんうん、今自分のチャンネルはやっぱり自分が釣り人目線でこういうチャンネルがあればいいなというか情報があればいいなっていうのを、うん、どんどん載せていければいいと思うんでね、そうじゃないのは、まあ、たまにはあるかもしれないですけど、一応そう心がけてるんで、はい、もしよければチャンネル登録の方、はい、今1000人を、結構早めに達成したいなみたいなのがあって、うんうん、多分1000人になるとあのライブができるんで、うんうん、あのライブ配信を見れるっていう、そうですね、多分出勤時間とかになると思うんで、うん、僕のそのエンジガーマン次のライブ配信をちょっと流しながら出勤していただけるような日が来ればいいかなとそのデイリーよりも早い、もうほんまの最新の、あ、そうですね、もうリアルタイムってとこですね。ここに関してはやっぱりそのナブラとかそのシラスとか、まあ、ベイト次第のとこがあるんで、うん、そういう情報っていうのはものを言うと思うんでね、まあ、そういうのをいけるように、はい、まあ、一応軽くおさらいっていうかあのルアー、うん、あの使ってる感じもちょっと変わってきたんで、今結構使ってる僕の中で使い分けをいくつか紹介したいなと思うんですけど、うん、基本的にあのエンジガハマはあのナブラがあるときは一番釣れるんですけど、うん、そのナブラがあるときはあの波がとかそんなん関係ないんですけど、基本ベタナギのときはあの京都が結構ベタナギなんですけど、うん、あのモンスターショットとか、ぶっ飛びくんみたいな、シンキングペンシル
ね、あのずっと投げて巻いてます。でそのなぜこれを投げるかっていうと、あの抵抗がない分、あの目に見えない水の動きっていうのを感じやすいんで、その潮とかがぶつかっている場所とか、あの巻きが急に重くなったりとかするんで、そういう場所を結構意識して投げてます。であのそういう時に、新ペンつけておくと急なあのナブラにも対応ができるんで、あの飛距離が出るんでね、まあ、そういう意味も込めてベタ投げな時はシンキングペンシルの方がいいと思います。であと荒れてる時とか、朝一あのまだ光量が足りない時っていうのは、マリアの、フラペン 85S とか、ここはあのリップがみたいなのが後ろについてるんで、結構あの水を吸うんであのアピールが強いかなっていうのと、あとはこれ取れるかな、メタルサルダスの、35g、25、35ってあるんですけど、まあ、去年25でいいかなとか思ってたんですけど、このエンジガハマで使っててしっくりくるのが35で、飛距離も若干変わるんで、一つだけやったらもう 35g 今年はおすすめします。で、あとはね、このこれ一斉の何やったかな、ちょっと名前忘れたんですけど、同じような、後ろにブレードついたやつとか、これ今年バラしたかな、巻きっぱみたいな、こういう同じようなブレードついたタイプは、朝一とか光量足りない時とか荒れてる時に、このちょっと取れへんまあもう針がぐちゃぐちゃに、あのこういうブレードがあるタイプはあの水を噛むんで、あの荒れてる時っていうのはラインが流されてシンキングペンシルとかだったらすぐ浮き上がってくるんで、こういうブレードで水を噛むタイプで向こうに抵抗を作って引いてくることの方が、長い距離安定していきます。なんで荒れてる時、暗い時は、こういうブレードついてるやつか、マリアのフラペン 85S 投げて、ね、あの日が出てきて、あの風がないとき、荒れてないときとかは、こういうシンキングペンシル、多分この使い分けがね一番しっくりくるかなっていうの中で、あとカラーは、暗い時期はちょっとこういう赤系とかアピールの強いもの、なんかサゴシサワラは基本的に目が悪いらしくって、あの暗いときはあのこういう目立つ色の方がいいみたいで、で日が出てくると、まあこの定番のイワシカラーとかそういう感じで使い分けてます。であのタックルの方は、まあ、B1.25、1.55 ぐらいでやってもらうのが飛距離も出るんで一番いいかなと思います。まあ、あのこれからねどんどん良くなっていくと思うんで、まあ、超過の方も出していけるように、うん、で、まあ、今回ちょっと短い動画ですけど、はい、短くもない、いやもう8分ぐらいいってるよ、8分ぐらいいってるまあそういう感じで使い分けてて、あとはねこういうあのめっちゃいい日にアーマージョイントでついたいなとか願望も、ね、願望もこう込みます。今シラスがいるときは、まあ、この定番の透明カラー使って、うん、そういう感じでやっていただければ、うん、まあ、荒れてるときはあのちょっとシンキングペンシルがきついんでね、まあ、ミノーとかでもいいと思うんですけど、ミノーとか飛距離出ないんで、フラペン 85S とかあのブレードタイプの、ブレードついてるタイプのルアーがおすすめですという感じで、まあ、あのぜひね、あのデイリーエンジガハマの方も、はい、ウィークエンジガハマ、またその他の動画もですけど、うん、まあ、これからも有意義な動画出していきたいと思いますので、はいはい、ご視聴よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。